皆さんこんにちは、さつざきチャンネル。今日はですね、里崎の休日でございます。なんと優勝予報に来てます。といってもオリックス関係者ではありますが、1年間頑張ってきた里崎にとって、まあ、優勝予報みたいなもんですよ。今年もね、いい形で1年間過ごしてですね、休日に来ております。青い空、青いね。さあこちらどっかオープン。じゃーん、ハワイワイキキでございます。ダイヤモンドヘッド、青い海でございます。下はビーチ、プール、ここは26階でございます。ということで今日はハワイから里崎の休日レポートをお送りしたいと思います。皆さんこれからね、年末に向けてハワイにね、旅行する皆さんいるかもしれませんけどもですね、今現状ね、円高1ドル約、両替は149ドル70セントぐらいだったんで、約1ドル150円です。その中でハワイに来たらどういう休日を過ごせるのかっていうところをレポートしたいと思います。はい、こちらビーチね、結構ね人いますよ。はい、それでは参りましょう。里崎チャンネル。はい、ということで、はい、里崎の休日です今日あれ、リポート、佐藤さんが現地リポートするんじゃなくて私たちでいいんですか？いいね、ちょっとずつ A 挟んでいきますから。あ、そうですか。おかえりなさい優勝旅行で、はい、行ってきました。はそんな日焼けしてなくてですね、帰ってきたから結構日焼けしてんだけども、うん、誰にも言われない。え、全然分からなかった。あれ、佐藤さんハワイ行ってたんですかぐらいの感じ。多分日頃から黒いのと、あ、多分ゴルフでも行ってたのかなって。ああ、なんならゴルフに昨日行ってきたよって時の方がなんか黒い気がするでも毎日30度ぐらいだ。へえ、めっちゃあったかったし、うん、なんか現地の人が言うには、はい、日本人は今毎日1000人ぐらいしか来てないらしい。へえ、ほぼ日本人だ。あ、でも普段行くともう日本人だらけなのに。飛行機も俺 JAL パックで行ったの、はい、JAL パックで行って行きも帰りも飛行機の中ガラガラです。うわー、最高だから帰りとか真ん中の4人掛けのとこ、はい、みんな横になって寝てたよ。そこに一人なんだ。じゃあそう、俺は子供だったから、はい、8の2人掛けのとこ寝てたけども、はい、いや俺も真ん中良かったなと思いながら、はい、超ガラガラ。行っても日本人の人ほぼいないし、はい、でワフ島に行ってきたんですか？そうそうそう、うん、でノーマスク。マスク全然しないんですか？全然しない、 98% ぐらい。たまにしてる人いるけど、はい、してたら逆にしてるって思っちゃう。へえ、ほぼだから今の日本でマスクしてない人を見る感じが、はい、マスクしてる人を見る感じ。ああ、なるほど、逆なんですね。でも現地の人とかお店の人7、8割ぐらいしてたかもしれない。マスク指定にしないといけない店とかありそうですよね。ああ、でも一般人は誰もマスクしてない。へえ、いいですね。ずっとやっぱないといいね。いや、そう、まあ、した方が本当に感染って意味ではいいんでしょうけど、うんうん、なんかこう暑いし呼吸しづらいしってなりますよね、うん、でそれで、うん、泊まった部屋が今こちらです。あ、めっちゃ広くないですか？はい、2ベッドルーム、うん、あとワンリビングみたいな。へえ、シェラトン泊まったんですけど。あ、シェラトン、はい、いいですね。一応なんかスイートみたいで、まあ、この部屋でゆっくりスイートらしいです。スイートって言ってました、うん、あのホテルの人が。へえ、でも確かに広い。いい形でのんびりとしてですね、うん、はい、過ごしましたけども、はい、これがなんと JAL パックで4泊6日、はい、約120万円です何で120万なんですか？ JAL パック1人で1人航空券、うん、ホテル、はい、燃油量サーチャージとか、うん、はい、あとはなんかあのトロッコみたいにあるじゃん、はい、回ってるやつ、うん、あれの無料券みたいなのが全部合わせて朝食はついてません、はい、で120万あ、1人30万ぐらい。で4人でってことですね。4人で家族4人で120万。でなんか燃油サーチャージが1人なんか5万、うん、4、5万いるらしくて、はい、すごい高くなってるらしくて。でも今120万ちょっとなんか、あ、高いのかなと思ったんですけど、今経験上私のハワイ何回か行ったことありますけど、1人だいたいホテル普通に泊まって航空券代で25万円ぐらい投資した気がするので、だからまあちょっと物価高もあるかもわかんないね。あ、そうですね、最近で言うとね、うんうん、そこでちょ若干割高かもわかんないけど、まあ、部屋もちょっと豪華だ、ね、豪華だから、うん、なので高いのかなと思ったけど高すぎないのかなと思って、うん、でも行ってからが高かったです。ああ、そうなんだ、はい、ここで、はい、ハワイキーはい、じゃじゃん、アラモアナショッピングセンターの中に、はい、フードコートがあります、はい、フードコートの中でラーメンを頼むとします、はい、一杯いくらでしょう？おー、フードコート、フードコートよ、フードコートのお店じゃない、フードコートで、はい、フードコートで、はい、東京、うん、味玉ラーメン、味玉ラーメン、はいはい、味玉ラーメンを頼んだとして、はい、おすすめです。ここの、はい、レギュラーサイズ日本円でいくらでしょう？日本円で、はい、おー、だいたい1ドル150円で、はい、俺が行った時に両替が149ドル70セントぐらいだったから、
はい、まあ、約150円として、ね、うん、でも海外のラーメンってやっぱり日本食高いってのは聞くんですか。そう、若干ねハワイ価格あるからね、はい、若干リゾート地だから高めっていうのがあるよね。高めですよね、うん、だからよくアメリカとかでラーメン食べると高いとか聞くので、うん、だしクイズにするってことは高いんですよ多分、うん、だしそんなに具材味玉ぐらいってことですよね。そう、普通のチャーシューが乗ってて、うん、味玉が乗ってて、うん、あとはキャベツとかももやしみたいなね。だからこれです、ここ、これです、これです。ああ、なるほどなるほど。普通、めっちゃ普通の中華って感じ。めっちゃ普通、めっちゃ普通。1900円。ファイナルアンサー。はい。正解は3000円です。3000円するの？だってあの$17.48、はい、だからまあ$18、150円で換算すると大体2600円。でチップいるじゃんね。はい、そう、え、フードコートもチップいるんですか。いる、書いてるんだよ、チップ押すところは。ええー、大体15から20ぐらいがチップだけども、 で、そしたら2ドルとかがチップになるじゃんね、はい、でそしたらちょうど20ドルぐらいになるじゃん、はい、そしたら3000円。ラーメン1杯で3000円。だからこれ家族で4杯食べたら1万2000円よ。フードコートだよ、フードコート。フードコートのラーメンで1万2000円、うん、フードコートだからね。高っ。それが高級ラーメン店とかじゃないわけですもんね。じゃあ行きますよ。はいはい、長崎ちゃんぽんありましたか。はい、フードコート、フードコート、フードコートだからね、はい、お店じゃない、フードコートで長崎ちゃんぽんありました、はい、ベーシックな長崎ちゃんぽん、はい、レギュラーサイズいくらでしょう。え、ラーメンとちゃんぽんってどっちが高いんだろう。だから普通のこれ、あ、普通の長崎ちゃんぽん、あのあるじゃん、はい、あのリンガーハットみたいな、はい、だからリンガーハットだからこれ。え、ラーメンより高いのかな、安いのかな。まあでもなんかちゃんぽんの方が安い気がするから、じゃあチップ合わせて2600円。チップ合わせて2100円です。あ、私ちょっと高くいいと思っちゃいましたね。でも長崎ちゃんぽんの普通のやつが2100円よ、はい、多分普通に食べに行ったら600か700円ぐらいで食べる、ね、そうですよね、日本で言ったら。うん、続いて、はい、長崎ちゃんぽんにあるうどんもあります。うどん、はい、酢うどん、酢うどん か、 かけうどん、はい、いくらでしょう。かけうどん、ね、だか具材とかないやつですね。何も入ってない、ネギと油揚げだけってことは、まあちゃんぽんより安いからちゃんぽんが2100円。じゃあ1500円、チップ込みで、ね、チップ込みで1500円。チップ込みでだよ、チップ込みですよ、1500円。かけうどん、はい、下手したら500円って食べれるからね。そうですね。いや、だったらなんか320円ぐらいで日本で食べられるんじゃないかぐらいの。じゃあ続いて、はい、ハンバーガーね、ハンバーガー、ハンバーガーね、はいはいはい、ハンバーガーのどこのハンバーガーにいるかな、うん、普通のハンバーガー屋さん、マックとかじゃなくて、マックとかじゃない、サンドイッチコンボだからチキンフィレみたいなもんね、はい、マックで言うと、はい、チキンカツサンド、はい、ポテト、ドリンクついて、はい、セットでいくら、はい、ハンバーガー、チキンフィレサンドはなんかもう普通の感じなんですか。普通だよ、めっちゃ具材がいっぱい入ってるとかビッグとかじゃなくて、これだから、ああ普通でしょ、はい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 、これだ、これもし日本だったら800円もしないでしょ、だってセットだから、セットで、セットでだって600円とかじゃないんだ、だってポテトとバーガーとドリンクよ、マックで800円って言ったらめっちゃすごいよ。でも私の大好きなクワイナとかは、クワイナだっていいところだ、クワイナセットで1480円とか500円するので、じゃあチップ込みで1600円、チップ込みで2000円です。あ、2000円なんだ。2000円で、はい、ハンバーガーセット、はい、しかもフードコートだから。そっか、これもフードコートか。すごく高くない、物価高いですね。それ高いですよね。もうラーメン3000円が一番驚きましたよ。じゃあ、はい、元驚くやつ、ローソンあんのよ、はい、シェラトンの中にね、うん、ローソンですね、うん、あのローソン、ローソンのカツサンド、普通のこれです、はい、ただあの2つ、はい、2切れね、うん、いくら、難しい、言うと日本の やつより薄い。日本でもサンドイッチって意外と値段するんですよ、はい、320円とか、はい、そのぐらいするんですよ、うんうん、ってことは、でももっとびっくりするって言ってたんで800円。1300円です。この2切れで8ドルだから、でチップ込みで、あ、だから円高だったら800円ぐらいってことか。そう、もし100円だったら800円だ、ね、ですね、うん、それでもね、でも今150円だから1300円、うん、カツサンド、カツサンド、じゃあ1リットルのトニックオーダー、はい、ウィルキンソン、はい、1リットルの今だったらまあ約100円前後になるんですね。1リットルだからまあ高くても200円とかだね、高くても150円とかだよね、確か170円とか1リットルだから、1リットルね、うん、私的にはじゃあ3ドル50セントぐらいの感覚だといくらですか。500円ぐらい、500円、4ドルなんで600円です。わー、600円よ、600円、トニックウォーターすごくない、すごい、だから物価はめっちゃ高かった、ね、高いですね、うん、でも昔というか前ニューヨークに行って、うん、オペラ座の怪人ブロードウェイ見に行ったんですよ、うん、いやそこで水普通に 500ml のやつが800円ぐらいしました。すごい高いんだよね、ブロードウェイの水高いと思って、これ朝食オムレ
オムレツだけ、はい、オムレツだけ、いくらでしょう、オムレツだけだよこれ、中はチーズとかトマトとか玉ねぎとか入ってる、オムレツだけ、オムレツだけ、これで買えるんですか、朝食で、そうええー、600円、これ、はい、3000円、3000円、3000円、まあ朝食セット600円のことないから、でもそれでもこれはあれだよ、オムレツだけが、これにパンとかスープとかないんですか、お皿のオムレツだけで3000円、ホテル価格ですね、ホテルの朝食ですか、そうそう、うん、やばいよ、じゃあ最後に、はい、ツルトンタン行きました、はい、ツルトンタンあるのよ、はい、家族4人で、はい、うどんを4つ、はい、かけうどん、鍋焼き、あいぼきの混ぜうどんみたいな、うん、とざるうどん的なやつかな、はい、を食べて、はい、ドリンクをオレンジジュース2つにビール1杯、はい、なんかカクテル1つ、はい、で、なんか巻き寿司みたいになるじゃん、ツルトンタン、はい、ありますね、それを2本、なるほど、うどん4つ、その前菜要素的なのを2つ、うん、その1杯ずつですね、うん、食べて、はい、合計いくらでしょう、ってことはフードコートのラーメンで3000円のわけですよ、ってことはツルトンタン東京もあるからね、ありますよね、でも絶対フードコートのラーメンよりはハワイのツルトンタンの方が高いんで、でも高く見積もっていきますよ、ね、うん、うどん1杯5000円で4杯だから2万円、うん、で飲み物も1杯1000円と見積もりましょう、ってことは2万4000円、巻き寿司がうどんよりは安いから2000円で4000円、2万8000円でチップ、大体チップだからまあ2000何パーでしたっけ、大体、まあそれ選べるんだよね、自分で選べるのか、じゃあまあ分かった、3万円正解は3万円です、え本当ですか、え私ピッタピッタでしたすごくない、すごいツルトンタン、はい、多分これ日本だったらどうか俺計算した時に、はい、かけうどんって多分昆布うどんとかしかなくて、はい、あれ1000円以下なのね、うん、鍋焼きうどんとかでも1700円ぐらいだから、はい、全部足したとしても5000円いかないんだよ、はい、で巻き寿司とかだから全部入れても1万円絶対いかないんだよ、はい、いやいかないですよ、うどん屋さんで、それが3万円です、はい、え、ほんと1杯5000円くらいします、1杯どのぐらいでした、だからまあ物によるけど1杯それぐらいです、やっぱそうですよね、うん、うわお、だから1杯だから30ドルぐらいするから、30ドル、へぇー、だから4500円とか、うん、すごいですね、食べようと思わないかもしれない、もうでもそういうところで食べない、食べるとこないよ、だってフードコートですら1杯3000円だから、3000ですもんねへぇー、コンビニも高いし、はい、だってカツサンド1300円、はい、であのスパムおむすびが2ドルだったから300円、はい、でおにぎり1個300円だった、コンビニのおにぎり1個だよ、300円、ステーキハウスとか行きました、行ったよ、ステーキハウス行ったの、あのウルギャングとか、あギャング、はい、行ったの、うん、まあ、飲んだのがカクテル、はい、カクテル2杯とジュース2杯、はい、子供にでシュリンプカクテル多い4本、はい、でステーキが普通のなんかギャングステーキみたいなやつ のを3人前、はい、3人だったからね、それだけ、はい、で副菜にマッシュポテトと、うんうんうん、あとフレンチフライ、まあでも高級店だからな、でサラダ食べたかな、はい、シーザーサラダ、うんうんうん、それでいくらでしょう、結構します、ステーキ3人前、ドリンクが4杯にカクテル2杯にジュース2杯で、副菜がマッシュポテトフレンチフライでエビのシュリンプカクテルとシーザーサラダ、もう高く見積もって5万8000円、正解は10万円です、10万するんですか9万いくらだった、600何十ドルだったか、ステーキ3人前ですよね、うん、でもそっか、ウルフギャングってだから1人前8000円ぐらいの感じ、もっと1万円以上するのか、すごいですね、円高がね、でも600ドルだったら100円だったら6万円だから、そうですね、それが10万円近くになっちゃうってことですもんね、円高のせいで、うわやっぱり旅行は円安の時にしないとダメですね、あ円高の時にしないとダメですねだから行ってからも大変だったっすね、はい、でもまあ楽しかったですけどね、そうですよね、はい、だからもしね年末年始とかね、うん、ハワイご旅行を考えてる皆さん、はい、行ってからも相当お金行きますよ、そうですねでも行きたいな、はい。